さんこんにちは。 GSR 株式会社の渡辺です。本日はフィリピンの、賃貸のご案内をさせていただきます。物件を借りたい方、ご参考にしてみてください。はじめにですね、ご確認させていただきたい内容が、ご予算、あと立地、間取り、お支払い方法、入居日、内覧の予定日、領収書の有無、その他ご要望になります。で、特にですね、フィリピン海外初めての方っていうのは、立地だったりお支払い方法っていうのはご不明点がたくさんあるかと思いますので、それは、弊社の、私たちと一緒に、ご相談させていただきます。そして、内覧は平均して、だいたい1日につき、3件から5件見ていただくようにご案内させていただきます。フィリピンの、物件に関してはほとんどがですね、家具がついてます。そして電気、水道、インターネットはご自身テナント様のお支払いになります。フィリピンお支払いに関してですが、基本的には小切手文化です。もちろんですね、移住が初めてや、フィリピンに、住んだことがない、行ったことがないという方は小切手など持ってないと思うんですよね。そういった場合は弊社でまた別途サポートさせていただきます。あとはオーナー様の中では毎月の支払いを、承諾していただく方もいらっしゃいますので、そういった交渉も弊社でさせていただきます。で、フィリピンはですね、基本的にセキュリティデポジット、敷金、そしてアドバンスペイメント、家賃前払いの2ヶ月計4ヶ月が必要となります。そして残りの10ヶ月分のお家賃で、小切手を切る場合はですね、合計14ヶ月分の、お支払いが必要となります。内覧についてです。だいたい平均して、2、3回でお部屋の内覧は決めていただくことが多いんですけれども、だいたいなので6件ぐらい見ていただく方が多いです。日本人の方の場合はですね。で、事前にいただいた内容をもとに弊社が、3件から5件のお部屋をご準備させていただきます。そして、1回目の内覧でご要望が違った場合や、やっぱり追加の、ご希望がございましたら、再度、リスト化しましてご案内させていただきます。はい。で、内覧のポイントです。これはお部屋の外の、ポイントです。1番、周辺環境。こちらはですね、ドライバーさんや車を持つという方はですね、もしかしたら必要ないかもしれないんですけれども、タクシーが止まる位置なのかとか、あとは、今フィリピンだとグラブタクシーっていうのが一般的なんですが、グラブタクシーがよく走ってるエリアなのかというところも確認をしていただければと思います。あとはですね、小さな、やっぱり、レストランなどがあるかどうかとか、ご自身が住んで環境的に良いかどうかっていうのを見極めてください。はい。で、2番ですね、コンビニエンスストアやスーパー。ということですが、フィリピンのコンビニエンスストアは日本のコンビニエンスストアと違って、やっぱいろんなものが揃ってないんですよ。やっぱりセブンイレブンやミニストップがあるんですけれども、だいたい私でも買うものは、お酒は飲まないんですよ。飲み物とか、あとはお菓子とかですね。特に日本は本当に便利なんですけれども、コンビニエンスストアは、お水とか本当に簡単なものを買うお店のイメージです。で、スーパーに関してはですね、一般的にお肉や野菜、魚、調味料などが揃ってスーパーが、しっかりとしたスーパーがたくさんあるので、そこが徒歩圏内なのか、もしくはご自身の通勤距離の中にあるのかどうかっていう確認もすることをお勧めいたします。で、3番ですね、ランドリーショップ。これはコンドミニアムによっては、洗濯機が、設置できるスペースがあるんですけれども、物件によっては洗濯機が設置できない物件がありますので、そのもし設置されてない部屋であれば、必ずランドリーショップを確認していただくのをお勧めします。で、フィリピンはですね、今、デリバリーとピックアップといって、受け取りに来てくれたり、終わったら、持ってきてくれるというサポートも、サービスもしてくれるところもたくさんありますので、そういったところも確認をお願いいたします。で、こちらはですね、受付ロビーに聞いていただくと答えてくれるところが多いです。はい。
で4番ですね、あのロビーのガードさんの対応ということで、これはセキュリティ上の問題で、まあロビーのガードさんがどういった対応をしているかとか、あとは、まあ、何人体制でやってるかというのも、まあ、確認していただければと思います。特に女性一人で住む方、まあ、ローカルなエリアでない限り、マカティグローバルシティっていうのはある程度の水準のガードさんがいるんですけれども、一応こちらも確認をしてみてください。で、5番、これはね、私が住んでた時には非常に重要だったんですけども、エレベーターの数と待ち時間です。で、エレベーターの数というのは、まあ、あの高さがすごく高いあのコンドミニアムがフィリピンは多いんですけれども、エレベーターが例えば3機とか4機になると、朝のピークタイムだと10分15分、多くて20分待つような物件もたまにあります。なので、待てない方待ちたくない方、必ずエレベーターの数と待ち時間を確認してください。ちなみにですね、まあ、弊社が販売してますライズとかであれば、エレベーター18機あります。で、まあ、71階まであるグラマシーなども、数が多いです。あとナイトブリッジもですね、非常に多い、エレベーター、まあ、エレベーターが多い物件もありますので、そういったところも確認してみてください。で、あとは階によって匂いがするっていう、これはですね、まあ、ちょっとあまり気にしない方も多いと思うんですけど、まあちょっとね、匂いに敏感な方、あのフィリピンだと結構扉を開けて料理する方が多いんですね。だからあの揚げ物とか魚とかを焼くときに必ず玄関を開けて調理する方が多くて、やっぱり毎日そういった匂いをする物件というかフロアもあります、あのフロアと階もありますので、そういうのも、まあ、一度の内覧じゃちょっとわからないかと思うんですけれども、ちょっとご自身の嗅覚というか印象で確かめてみてください。ちなみにもちろんブローカーに聞いたとしても、その管理事務所の方に聞いたとしても、これは分からないことなので、一応まあ頭の片隅に入れてみてください。あとはですね、共有スペースの規模ということです。で、共有スペースの規模ですね、これは男性の方だと特に毎日ジムとプール使う方いらっしゃると思います。今ですね、エニタイムフィットネスとか、フィットネスファーストとか会員制 のジムあるんですけれども、フィリピンはほとんどのコンドミニアム、プール、ジムついてます。で、ジムも今、最新の機械を結構入れてるところが多いので、まあ、毎日走るよという方はですね、このジムの備え付けの機械もちょっと見ていただければと思います。はい。で、こちら内覧のポイント2です。お部屋内の確認です。これはですね、本来であれば日本の場合ですと、大体管理会社とか内覧をしてくれる方がご説明できたり管理できたりするんですけど、フィリピンはです、鍵を管理するっていうシステムがもともとないんですよ。で、まあ、弊社は売買をしていますので、まあ、日本にいるオーナー様の鍵は全て弊社が管理しております。ただフィリピン人がオーナーの場合、もしくはフィリピン以外の外国人、日本以外の外国人ですね、がオーナー様の場合は、大体鍵の管理っていうのは管理会社がしておりませんので、前もって確認することができないんです。なので、正直ブローカーとして非常にそこもストレスというか気がかりなんですけれども、一緒に確認をするという流れになります。で、1番ですね、キッチンにダクト、換気扇があるかということなんですけれども、これは以前私が実際に経験していて、きちんと換気扇はついていたんですけれども、まあ、ダクトがなかったということがあります。なので、まあ、ただ部屋にこう調理した匂いが舞うというような作りになってました。で、これはですね、基本的にちょっと低価格な物件とか昔の物件になると、この換気扇をつけれるんですけど、まあ、管を作れないっていう作りもありました。なので、まあ、これは新しい物件はほとんどないんですけれども、このダクト換気扇っていうのは確認をしてみてください。で、2番、日の当たり加減、これはですね、直射日光も非常に暑いです。私もこれは以前経験してるんですけれども、やっぱり直射日光で毎日そこで朝起きるたんびにちょっとずつ肌が黒くなってるっていうこともあります。なので、できれば直射日光は避けてほしいです。しかし、全く日が当たらない物件と
あの全く日が当たらない物件というのは基本的にお勧めしないので、であれば直射日光の方がまだいいかなと思います。一番いいのはやっぱりですね、ある程度した直射日光ではない、あの日光が当たる物件で、あとは風通しが良い、物件がおすすめです。で3番、これは冷蔵庫の匂いですね。フィリピンは先ほどお伝えした通り家具が全てついている物件が多いんですけれども、まあ、家具がついているからやったと思いきや、やっぱり新品ではないことが多いので、必ず冷蔵庫の中などの匂いを確認してください。いろんな人種の方がやっぱり住まれていると思いますので、まあ、以前の住人さんがどの国の方などが住んでるかちょっとね、まあ、聞けば答えてくれますけれども、内覧の前までは分かりませんので、あのご自身が使うこういったものは必ず、まあ、内覧中に確認していただくのがおすすめです。あのお部屋が気に入った場合ですね、はい、で4番ですね、洗濯機があるかで、あった場合はですね、それが全自動かっていうことを確認を必ずしてください。で洗濯機が付けられる物件で洗濯機が置いてない場合はオーナーにリクエストができます。ただそれが承認されるかは、あの正直わからないです。でただあのまあね、家賃ちょっと上げてくれるんだったらつけるよとかっていうオーナーも正直います。でもしあの口頭ベースで洗濯機ついてますか、ついてますよ、じゃあその物件にしますっていうことはあまりされない方がいいです。なぜかというとフィリピンは全自動の、洗濯機ではない可能性がゼロではないです。結構いい物件でも、あの、二層式が置いてあったり、あれみたいに洗濯機だけなんでこの形なのみたいなことは結構あるので、まあ、非常に細かいんですけれども、必ず洗濯機の全自動か全自動じゃないか、二層式かなどは、あの、確認していただいた方がいいかと思います。はい。で5番ですね、温水器があるか。フィリピンはですね、あの蛇口をひねるとお湯が出るわけではなくて、必ず温水器を購入しなきゃいけないんですよね。でまたフィリピンでも水シャワーなどでも、大丈夫な方が多いんですよ。なので温水器がついてない物件もまれにあります。必ず温水器をついてるかどうか確認してください。でもしご契約後にあの何か追加したいということが、まあ、一応伝えることはできるんですけども、やっぱりそれでまあ、好んでこうなんだろう進めてくれるオーナーっていうのは非常にむず、まあ、少なくてですね、やっぱりまあ契約したんでご自身で払ってくださいとかって言われることも多々あります。はい。6番、インターネットの回線会社はということですね。これはあのフィリピンに初めて移住する方とかフィリピンに初めて住む方などはあまり関係ないんですけれども、まあ、一般的にいろいろな回線会社があるので、まあ十分だと思います。ただですね、あのフィリピンの中でマニラからマカティ、グローバルシティからマカティに移ったりする方っていうのは、必ずそのコンドミニアムにご自身が使ってたインターネットの会社の契約があるかどうか確認をしてください。まあ、せっかく例えば PLDT っていう会社で契約してたのに、次のコンドミニアムが PLDT が引けないです。なのでスカイケーブルに変えなきゃいけないっていうこともあります。で、フィリピンは意外とですね、違約金が高いので、必ずそういったところも確認をして、インターネットの回線を引いてください。はい、7番、これマットレス、ベッドのマットレスのクオリティということなんですけれども、結構内覧の時じゃ見落としがちというか、意外とあの新品のベッドセットがしていて、マットレスのクオリティがわからないことが多いので、これは必ずあの、まあ、この物件いいなと思ったら、あのちょっとマットレス見せてくれるって言ってちょっとベッドのカバーを剥がしてみたりしてみてください。あの意外とごまかしてるオーナーもいます、はい、で8番ですね、これは、まあ、当たり前のことなんですけれども、水道周りの水漏れの跡ですね。キッチン、バス、トイレの水漏れの跡があれば水漏れはする気配があります。でまあ、もちろんペンキとか塗装とかしてあってわからない時もありますけれども、まあ、一言以前ここの辺りで水漏れしたことありますかということも、まあ、聞くことをお勧めします。私たちが内覧する時には聞きます、はい、で次ですね、キッチンのイメージ、これは新築の物件なので、まあ、あまりこう欠点がないというかすごくいいものです。ただまあ、一例で言うとですね、冷蔵庫が2つドアかどうかっていうのも重要ですね。1つドアの冷蔵庫だとやっぱり冷凍庫が凍りにくい、完全に凍りにくいということもありますし、霜が降りてしまうのでお手入れに時間がかかったり、
やっぱり指紋を取るようなボタンがあるんですけど、ちょっとあの押しておくと水があふれかえってたり床にすることもあります。なので、まあ、できれば2ドアの冷蔵庫が入っているところがおすすめします。はい。でですね、あの洗濯機ですが、これはパナソニックの洗濯機なんですけども、全自動ですね。で、まあ、一見こういうふうに見え、 このタイプだと全自動は間違いないんですけれども、少しあのプラスチック型の本当に簡易的な洗濯機が置いてあった場合は、それは脱水がしないものとかもたまにあります。はい。でバスルーム、水回りのイメージです。これがさっき言った二槽式の洗濯機です。これもなかなかいい物件だったんですけども、なぜか二槽式の洗濯機がついてました。でバスルームですが、ちょっと今切れて見えないんですけれども、実はその上にですね、あのシャワーヘッドの横に温水器がついてます。で、だいたい小型というか普通の一般的な物件であれば、このバスルームに温水器がついてますので、まあ、これがついてれば基本的には問題ないんですけれども、必ずお湯が出るかも確認してください。はい。で物件確定後の確認事項ということです。はい。で内覧中に確定した場合は、まあ、予約金のお支払いを求められても、あのリザベーションアグリーメントといって、あの同意書を記入する必要があります。もしくはあの LOI といって、必ず申し込み書をオーナーに提出する場合もあります。で、確認しなくてはいけないことはですね、入居日の確定、これはですね、あらかじめコンドミニアムに、入居の申し込み書が必要です。ムーブインサティフィケートというんですけれども、それを取る必要があります。あとはですね、段ボールとか、あとは、まあ、日本から、まあ、瓶が、なんていうんですかね、空輸便の何か荷物があったり、船便で荷物がある場合は、ゲートパスといって、また承認を取らなきゃいけないので、そういった作業が必要になります。で、あと非常に大事なのはですね、追加の備品、これは例えばですね、まあ、マットレスを変えてくださいとか、大きいものであれば、あとは撤去してくださいもそうですね、これいらなかったので私自分で買うので撤去してくださいとかっていう細かい要望っていうのもここですり合わせをする必要があります。で内覧後に確定した場合ですね、これは、内覧中に確定した場合とほとんど一緒なんですけど、一つ、早めにオーナー様にお伝えしなきゃいけないことは再内覧の有無です。でおそらく、まあ、大体の方ですね、一回家に帰ってみて考えて、やっぱりあの物件がいいなとかって思うんですよ。ただもう一度内覧するのをお勧めします。でもう一度内覧させてくれると言って、でその物件を内覧します。であとは一緒ですね、契約日を確認、お支払い方法、お支払い日を確認、そして、何を運ぶか、何を撤去するかとかっていうご要望が必要になります。で、もしこれですね、3つ目なんですけど、帰国後に確定した場合、お客様が日本もしくは他の国に帰国された後に、やっぱりあの物件借りますよってなった場合は、まあ、内覧のサポートは弊社がもう一度させていただきます。そして、ご要望撤去に関してももちろんサポートさせていただき、代理で、ご契約することも可能です。でご契約入居が決まりましたらですね、必要なものは、パスポート、そしてフィリピンの会社で勤務される場合はフィリピンの会社の ID、 これは後で提出しても構いません。でその他ですね、入居の時に確認をさせていただくのは、例えば管理事務所に、一緒にご案内させていただいたりですね、ゴミを捨てる方法、水道代のお支払い方法、インターネットの契約の流れなどをご案内します。で他ですね、まあ、浄水器とか日本のテレビ、ウォシュレットなどもつける場合は言っていただければと思います。で、じゃあ入居日ですね、ご入居日になりますと、備品の確認、これはどこに何がいくつあるかというリストを作成させていただきます。これは退去の時に、まあ問題を起こさないためです。日本のように何もない状態ではなくて、家具がある程度入った状態で入居しますので、細かい備品のチェックをさせていただきます。
で、あと電化製品、水回り、機器の確認ということなんですが、こちらと、鍵の引き渡しをさせていただきます。で、この際にですね、必ずすべてご契約の書類だったり、インベントリリスト、まあ、備品の確認リストっていうのは、必ず退去まで、取っておいていただければと思います。で、退去をする際のご準備ということですけれども、必ず、まあ、していただきたいことは簡単な清掃、そしてエアコンの清掃、グリーストラップの、清掃なんですけども、これはもちろんお時間がない方は弊社がサポートします。もしくはオーナー様の方でやる場合はオーナー様がやっていただいて、セキュリティデポジット、預けていただいたお金から引かせていただきます。はい。で、あとはですね、インベントリーリストをご用意ください。先ほどお伝えした通り、必ず備品の確認をさせていただきますので、退去日に、オーナー様の側の方と、弊社同行しまして、備品の確認をさせていただきます。で、退去後なんですけれども、セキュリティデポジットが、返金されます。それは契約書に記載されている期日と、通りになります。だいたい弊社の契約書であれば60日の返金日になります。日本で帰国されている場合は日本でのお渡しも可能になりますので、こちらもサポートさせていただきます。はい、では以上で快適なお部屋、フィリピン生活がより楽しくなりますようにということで、ご視聴ありがとうございました。何か、賃貸に関して問い合わせがございましたら弊社までご連絡くださいませ。よろしくお願いします。